the great adventure of Nasty! ナスディの大冒険 YouTube 版。先住民の村を出発すること3時間。ジャングルを進んでいくと、いきなりこんなものが。わあ、すごい。町で儀式を行う呪術医は、ここと違ってほとんどが偽物だ。この集落の呪術医は本物でいないな。力を秘める真っ黒な湖。日本の温泉です。あなたは人を助けたいといつも思っている。大体当たってますね。今ちょっと悪いもの出すね。ちょっと見てください。ついていたのはとても強い息量だ。でも今ね、強すぎてる。ありがとう。仕事関係の人による嫉妬の念だ。今日の儀式で早馬を使ってみるか。呪術医にとって最も重要な植物綾馬を使った除霊儀式によって生き霊となったその人物も特定する。ナス D の悪霊 VS ジャングルの呪術医、最上級の儀式で悪霊は取れるのか。この最上級の儀式、外国人は誰も受けたことがない。多分強いやつだから、ね、ちょっと気持ち悪くなるか。そうなの。ゲリ出る可能性もある。ゲームがいっぱい出る。そばにいるから、それちゃんと心配しない。どうなるか。今日の儀式でそいつが誰かも分かるんだぞ。4年ぐらい前かの出来事をふと思い出した。思い出した。あれでふと4年前に何があったのか見てきます。あの時何があったの。本物の呪術医の本気の儀式、果たしてどんな生き霊がついているのか。夜の8時に指定してくれということがあったんで、平気で生きてた。なんとなくみんなあいつちょっとすげえのついてるらしいよってなってるから、みんなついてくるんです。噂になってるんですかね、うん、あいつすげえのついてるらしいけど、すごいシャーマンが取れなかったらしいよ聞いたら結構やっぱ1日で絶対取ってくるらしいんですよ、みんな1回で、はい、あのハポン取れなかったらしいよ1日じゃ第2部あるらしいよっていう。みんなついてきてくれてるけど、いらっしゃい。かわいい。もう準備されてますね。あのいつものラジオの放送している一番最初に来た会館、そこで除霊を行うと。奥の家では何が起こっても責任が取れない。そのためレオナルドに集落に来てもらい、皆がいる場所で除霊を行う。ちなみに日本人でやった人はいるんでしょうか。いない。この集落の人間以外は。プリメルです。プリメルです。どういう意味ですか。初めて。初めて。初めてですって言えないです。空気的にやっててほしかった。誰か。これは儀式で使うタバコだ。原始の集落で代々続く呪術医の除霊の儀式、世界初公開。儀式が始まったらこれをするんだ。もし何か変な形になったらすぐ教えてくださいね、はい、どういう限界になってるか。未知なる経験、やるしかない今回。まず呪術医レオナルドはアヤワスカという植物のつるを煮詰めた液体を飲む。そしてアヤワスカのヤダハコシャマルト、これで魂だけが抜け出し、患者のどこに問題があるのか全てが見られるようになるという。今日のアヤワスカはいい出来だ。これは効いてくるぞ。今回はアヤウマを使う。すごいから覚悟しろよ。ナス D がいただくのは強力な悪霊を追い払うためのアヤウマ。一気にちゃっていいですか。躊躇なく飲んだ。苦いね。薬ぐらいの感じ。今のところ、ちょっと渋みがあって、ブドウ酒ぐらい。これ辛口のワインぐらい。辛口の赤ワイン。どうされますか。全部吸っちゃった方がいいですね。普通吸やる。自家製のタバコを吸うと。悪霊が早く取り除けるという。ピースみたいな感じのタバコですね。気分的にも全然。変化あったら教えて。はい。来たぞ来たぞ。どうだアヤウマは、変化はあったか。全く。さっきとかは
トイレに行くときは妻のマリアがついていくから心配するな。吐きたくなったらすぐに言うんだぞ。外で。いや違う。目の前にだ。吐きたかったここになる。もうじき立ち上がれなくなるぞ。立ち上がれない。立ち上がれない。なんとか大丈夫なんですけど。手が効かなかったらどうしようかな。ここでナス D にこんな注意が。もっと集中しないと危険よ。ここからは気をつけなきゃいけない。リラックスさせるために草木の香水を塗ろう。草木から作った自家製の香水をナス D と呪術医の全身によく塗り込んだ。体がつくのって感じがします。少しずつ効果が現れてくるぞ。そしてレオナルドは祈り始めた。これで自然界の精霊を呼ぶ。これがおよそ30分ほど続いたが、ジャビアに少しずつ来てる。ライトを消してくれ。周囲を暗くして患者の症状を見やすくする。ここから本気の施術が始まる。そして30分が経過すると、ちょっと暑いです。呪術医にのみ伝わる言葉で歌う呪術の力をもらえる歌、イカラデパコール。本来は奥さんと二人で行う儀式も、悪霊があまりにも強いため、特別に弟子も入れ、三人体制で行う。ここで野獣まで来てくれた先住民たちに変化が。強力な悪霊を体内から取り出す儀式を行うと、悪霊が患者から出た瞬間、空っぽになった体に別の悪霊たちが次々と近づき取り付こうとするという。呪術医はタバコの煙で除霊を行い、その侵入を防いでいるのだ。ここでレオナルドに弟子が状況を教える。ナス D に取り付いていた悪霊は今体内から出てすぐ隣に座ったそうだ。ここで儀式を受けていない野獣馬の先住民たちが体調を崩し始めた。中には泣き出したり嘔吐する者も。周辺に悪霊がやってきているのだ。一方、儀式を直接受けているナス D の容態は、これは全然効いてないな。もう一度最初からやり直した方がいい。もう一杯行くかもしれない。もう一回行くの。大丈夫かな。行った方がいい。一度は体内から出た悪霊だが、再び戻ってしまったようだ。もう一度最初から行うが、こうなると除霊はさらに困難に。胸元にタバコを吹きかけ緊張を解きほぐす。しかし一度引っ込んだ悪霊は警戒し、首元から背中にかけて隠れ、なかなか顔を出そうとしない。
声が急に高くなるのは悪霊が近づいてきている証拠なのだが、なんと呪術医自身このことに全く気づいてはいない。周りには倒れ込む者も。とここに来て弟子の歌声が大きくなってきたが、これはナス D の悪霊が呪術医に取り付くのを防ぐため。そしてこの本気の儀式は開始からついに4時間が経過。するとここで何かが起こった。ここまで儀式を受けて何か体調に変化はあるか。中2の時のね、やってた塾の先生に会ってきました。何？その先生に会わせてくれたのは誰だ？僕。それは初めての経験です。お前は一体何を見たんだ？過去に遡るんです。赤ちゃんまで全部自分じゃないですか。それが分かるんです。あなたが袋に入って、うん、この袋、人生が一個の袋なんです。ああ、うん、違うのかな、違うちょっと。あとは何？あとは何か違うこと見た。中2の時の塾の先生。あいやあと塾の先生。塾、うん、あとは何？あとは何か違うこと見た。ダメだ、もう一回最初から儀式をやり直そう。今日除霊しておかないともう一生取れないかもしれない。もう一回一緒に戦おう。もう少し頑張って。はい。これで最上級の儀式は3回目に突入。施術も6時間を超えるが、未だ効果がなく、強力な悪霊もまだ取れていない。祈祷にもさらに力が入る。ここでナス D が何やらもじもじし始めたので、こっそり聞いてみると、訳さない感じたの。感じなかった。そう、普通の状態だった。そう、普通の状態。どうしていいか分からなかった。言わなくて全然分かったんだ。ちょっと聞いてみましょう。こんなことを言っているとは知らず、その後もレオナルドは全身全霊で除霊する。ちなみにはるばる日本からやってきたこと、そして日本のことを教えてあげたお礼にと、今回の儀式は全て無料。どうだ？すごかった、ね、経験として。目をかけてる。ちょっとなかなか変化がないっていうか、中任の時の、あの塾の先生とばったり会っちゃったんです。授業を見てるんですよ。自分が授業を受けてる時の先生。あなたはこの先もっともっと仕事をもらえる。いい方向に向かっていく。やった。あ
とホルヘがすごい見てた、うん、ホルヘさんの響きが聞こえた。いや、あの記憶の中で悪い記憶もいっぱい出てきたんですよ、いろいろ、あんまり思い出したくない記憶、それを自分から出そうとしたんですけど、もう一緒にやろうよみたいな、それも一緒に生きていこうとするから残っちゃってる気がするんです。それでいいんだ、自分から出さなかったということは本当はいい記憶なんだ、だから無理に出さなくていい、自分で結局最後決めた、そうそう、もう出さないでおこうって、そう、いいんですね、いいです。でもいっぱい思い出しました、本当見た見た、僕のいびきも聞こえた聞こえた聞こえた、ごめんね、途中はもう明らかにでもちゃんと見えて見ました、見た、いや、儀式をして私が見たあなたは頭全体がいつも大きな何か、この辺り全部真っ黒なもので覆われていたんだ、あと首だ、体は背中から肩の辺りがあまり良くない、良くない、うん、でもそれはもう治った、実際良くない、あなたは今からもっとすごいことをやる、未来は開けた、あれ悪霊がもう頭から取った、悪霊はここについていたんだ、取れた、大丈夫、全部取れたわ、お母さん疲れちゃってる、悪霊はお前のお腹に降りていった、全部それエスタに行っちゃったの、じゃあうんこで出るんだ、多分出る出る出る、出そう、彼はまだあなたを追い出したいんだ、でもついていた悪霊は全部お腹に行ったんだ、出そう、見たくないそういうふうに、そういうふうに見せはしない、悪霊は朝トイレで出るというが、まだどうしても気になることが、それは生き霊の正体、でも誰だったんだろう、私には見えた、それは一人の男だ、その男は背が高くて太ってメガネをかけている、メガネ、あ、分かった、さんだ、本当かな、誰かなと思ってたら別な方法デブでメガネはさ、分かったの、分かった、ああよかったじゃん、シャーマンの力で持っていこうと、この村の人って純粋じゃない、持ってかれちゃうので、私名のようなゲスな男は気持ち悪くなるとこまで、まあね、行かない、どうですか今気分は、すごく残念なぐらい何も変化がないです、あれは禅に近いかな、あの歌と自分自身の気持ちで持ってかないと乗れない、そう、でも自分の人生の中で思い出さなかった部分とかを思い出すっていうのはあるのかもしれないです、中2の時の塾の先生出てきましたもん、中2の時一瞬だけ塾に通ったんですよ、その時の先生が出てきました、でもその人僕の人生にほとんど影響を与えてないんです、なぜか出てきた、いろんなものをあれ下剤かも本音ですごい言うと、いつ終わんだろうこれあの先生本物ですよ、でも、すごい優しかった、なんか気持ちは分かりました、だから信じるかどうかはその人次第かもしれないですね、いっぱい食べときよかったよ、お腹空いてる、村の人も大丈夫か大丈夫か、これもうね食べないから、真剣になって気分あるから外で履いていいですかって言ったら、いや立てないからね、無理だよ立てないから、ホレさんも真顔で大丈夫かどうか、立てないよ君、もう腹ペコっす視聴者の人がすごい望んでんのはもうフラフラになって、スタッフがもうフラフラになって、うわーってもうトランスになって、もうどうしようもない、どこ行ったりか分かんない状態になっちゃって、って履いて、それがまあ一滴みたいに綺麗にキラキラってなってとか、トイレにガーって、あ大丈夫かっつって、ナイス入ってフラフラで、ああ喧嘩すごい飲みました、すいませんってなるのを見たいでしょ、事実ならないです通常のテレビだとフラーってどうすごかったです、もうやってよかったです、すごかったですってなるじゃないですか、それをテレビでやってるとすればやらせです、その番組は確実に、だってなってないもん、なってない、明日ちょっと様子を見てみますよ、多分友よりさんのことだから、ん普通だよっていうぐらい今の感覚だ、そんなコメントはカットしてやる全部
あれ？ペドだ。ペドだ。ペド？オクラかな。強力な悪霊を除霊するため8時間、呪術医に特別な儀式を受け、なんとか悪霊は取れたようだが、終わったのは午前4時。30分だけ仮眠を取った。すっきりしてないですか？してないですよ。4時半とか。今や寝てる今の中で一番その念力の先を意識はしてる。ただうまくなかった。重みはしてる。自分なりに一生懸命やりました。ここの収録をもって我々ディレクター取材チームは解散といたします。ここまでですね。わー、日本兵出た。ちょっと土地から入っちゃった。ついに日本に帰国。すると体に次々と異変が。右鼻から真っ黄色な謎の鼻水が出て、左はもう辛いです。気圧か病気か呪いか。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。